皆さんこんにちは。今回は日本の皇位継承問題に焦点を当て、その背後にある政治的な動きについて詳しくお話しします。特に注目すべきは元内閣総理大臣であり自民党副総裁である麻生太郎氏の影響力です。麻生氏は皇位継承における男系男子の維持を強く支持し、この問題に対して積極的に発言してきました。麻生氏の立場や行動が皇位継承の未来にどのような影響を与えるのか、そして秋篠宮家がどのように関わっているのでしょうか。日本の皇位継承に関する議論は長い歴史を持ち、その中で特に男系男子による継承の維持が重要視されてきました。この伝統を守るべきだと訴える、皇室の伝統を守る国民の会は男系男子による皇位継承を支持する団体です。会長を務めるのは元参院議長である山東昭子さんで、この団体は長年にわたり皇室の伝統を守る活動を続けています。そんな中、2024年7月の初めに東京都内で開催されたこの団体の総会で、自民党副総裁の麻生氏が早期の結論に向けた意欲を示しました。麻生氏は皇族数の確保が急務であるとし、早急に対応する必要性を強調しました。この発言は皇位継承問題において麻生氏が重要な役割を果たすことを示唆しています。麻生氏の発言は政府や与党内での議論を加速させる可能性があり、今後の展開に注目が集まっています。また麻生氏の妹である信子さんが皇位継承問題に影響を与える可能性も取り沙汰されています。信子さんは1980年に智仁親王と結婚し、1981年に長女の昭子様、1983年に次女の陽子様を出産されました。信子さんは日本赤十字社名誉副総裁や東京慈恵会総裁などの重要な役職を務めており、その立場からも皇室に関する見解が注目されています。麻生氏と信子さんとの間には兄弟としての強い絆があり、この絆が麻生氏の政策に何らかの影響を与えるのではないかと考えられています。特に信子さんが唱えた歌会始めの義の歌が注目を集めたこともあり、この問題に対する彼女の考えが麻生氏の行動に影響を与える可能性があります。総会では男系男子による皇位継承の維持が強調されましたが、皇族数の確保に向けた具体的な策も議論されました。特に政府の有識者会議が示した内親王や女王が婚姻後も皇族の身分を保持できる案や、養子縁組による旧皇族の男系男子の復帰案などが注目されています。これらの案が今後どのように進展するのか、そして麻生氏がどのように関与するのかが皇位継承問題の未来を決定づける重要な要素となるでしょう。皇位継承問題の中でも特に注目されているのが皇族数の確保と安定的な皇位継承です。日本の皇室は長い歴史を持ちながらも、現代においては皇族の数が減少傾向にあり、その持続性が懸念されています。特に男系男子による皇位継承を維持しながらも皇族数をどのように確保するかは極めて難しい課題となっています。政府の有識者会議が令和3年に取りまとめた報告書では、内親王や女王が婚姻後も皇族の身分を保持できる案や、旧皇族の男系男子を養子縁組により復帰させる案が提示されました。しかしこれらの案には賛否が分かれており、未だに具体的な方向性が決まっていないのが現状です。この問題をめぐる与野党協議も難航しており、自民党と立憲民主党の間で意見の食い違いが浮き彫りとなっています。特に自民党は男系男子による皇位継承を維持すべきだとの立場を堅持しており、そのためには旧皇族の男系男子を復帰させることが必要だとしています。一方で立憲民主党は、女性皇族が婚姻後も皇族としての身分を保持することが重要だと主張しており、
この点で両者の溝が深まっています。麻生氏はこれまでにも男系男子による皇位継承を支持してきた立場からこの問題に強い関心を寄せており、総会でも早期の結論を目指すべきだと強調しました。麻生氏の発言が与党内でどのように影響を及ぼすのか、またどのように立憲民主党との対話を進めていくのかが今後の焦点となるでしょう。一方で皇族数の確保に関しては急を要する状況にあります。現時点では秋篠宮家の悠仁親王のみが次世代の皇位継承とされており、他の皇族が皇族数を支えるためには何らかの措置が必要とされています。しかし旧皇族の男系男子の復帰や女性皇族の婚姻後の身分保持については国民の間でも賛否が分かれており、政府としても慎重な対応が求められています。このように皇位継承問題は日本の歴史と伝統を守りつつ現代の社会情勢に適応させるようにという難題に直面しています。麻生氏がこの問題にどのように関わり、どのような解決策を出すのか、そして与野党がどのように合意を形成するのかが今後の日本の皇室の在り方を大きく左右することになるでしょう。皇位継承問題において麻生氏の影響力は無視できません。麻生氏は長年にわたり政治の中心で活躍してきた人物であり、その経験と人脈は皇位継承に関する議論においても大きな影響を与えています。特に秋篠宮家との関係は非常に注目されています。麻生氏の妹である信子さんが故智仁親王と結婚したことで麻生氏と皇室は家族としての絆を持っています。この絆が麻生氏の皇室に対する見解や行動に影響を与える可能性があるとされており、秋篠宮家は現在の皇室において非常に重要な位置を占めています。特に悠仁さまが次世代の皇位継承者として注目されている中で、秋篠宮家が今後の皇室の未来にどのように関与していくかは極めて重要な問題です。このような状況下で麻生氏がどのようなスタンスを取るかが秋篠宮家にも直接的な影響を及ぼす可能性があります。麻生氏は男系男子による皇位継承の位置を強く支持しており、これは秋篠宮家が悠仁さまを次世代の天皇として迎えることを強く推進する立場と一致しています。このような立場を持つ麻生氏が政府や自民党内でどのように影響力を発揮するのかが今後の継承問題の方向性を決定づける一因となるでしょう。ちなみに信子さんが読んだ歌会始めの義の歌が注目を集めた背景には、信子さんが秋篠宮家の一員として皇位継承問題に対する強い関心を持っていることがあると考えられます。この歌は成人を迎えた愛子さまをテーマにしており、皇室に対する深い敬意と愛情が込められています。この歌が発表された時期が麻生氏が皇室問題懇談会の座長に就任した時期と重なることもあり、信子さんの考えが麻生氏の行動に影響を与えた可能性があるのではないかと噂されています。信子さんが皇位継承問題にどのような影響を与えるのか、またそれが麻生氏の政策や発言にどのように反映されるのかはまだ不明な部分が多いです。これからも麻生氏がどのように秋篠宮家と関わり、皇位継承問題にどのようなスタンスを取るのか目が離せません。皇位継承問題に関して麻生氏が影響力を行使しようとしている中で、立憲民主党との対立が大きな障害となっています。この対立は単なる政党間の意見の相違にとどまらず、皇位継承をめぐる根深い問題を浮き彫りにしています。先ほどお話しした通り、自民党は男系男子による皇位継承の維持を強く主張しています。これは明治時代以来続く日本の皇室伝統を守るという観点からも保守的な立場を取る政党にとってとても重要な政策です。特に麻生氏はこの伝統を守るために旧皇族の男系男子を復帰させる案を支持しています。
この提案は皇位継承の安定性を確保するために重要であると考えられていますが、一方で多くの課題も抱えています。対照的に立憲民主党は現代の社会状況に合った形での皇位継承のあり方を模索しています。彼らは女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することを提案しており、これにより皇族数の確保と多様な皇位継承の可能性を追求しています。この提案は性別に関係なく皇位継承者を選ぶことができるようにするための第一歩とされていますが、自民党との間で激しい対立を招いています。特に問題となっているのは立憲民主党が提案する女性宮家の創設です。この提案は女性皇族が結婚後も皇族としての身分を維持し、その子孫が皇位継承の候補となる可能性を開くものです。しかしこの提案は男系男子にこだわる自民党にとっては受け入れがたいものであり、根本的な対立を生んでいます。このような状況下で麻生氏がどのようにこの対立を解消し、与野党間で合意を形成するかが鍵となるでしょう。麻生氏は長年の政治経験と人脈を駆使して両者の立場を調整し、合意に至るための道筋を模索していますが、その道のりは容易ではありません。また皇位継承問題が複雑化している背景には少子化という社会的な問題も絡んでいます。今後皇族数がさらに減少することが予想される中で、現行の皇位継承制度が持続可能であるかどうかも問われています。現代の日本社会が直面している少子化や皇族数の減少という課題に対処するためには、単に伝統を維持するだけではなく柔軟な対応が求められるのも事実です。麻生氏がリーダーシップを発揮する一方で、彼の提案する政策が今後どのように受け入れられるかは不透明です。自民党内では麻生氏の影響力が大きいため、彼の提案が実現する可能性は高いとされています。しかし立憲民主党や他の野党がこれに強く反発しており、与野党間での対立が解消されない限り皇位継承問題の解決は難しい状況が続くでしょう。いかがでしたか？皇位継承問題は日本の歴史と伝統を守るために極めて重要な問題、かつあまりに難しい問題でもあります。麻生氏がこの問題に果たす役割は今後の日本の未来に大きな影響を与えるでしょう。しかしそんな麻生氏も2024年で84歳となります。麻生氏の出自があまりに強いということもありますが、もう少し若い世代の議員がこのテーマを引っ張っていけないところに、日本やこの問題の根幹が見え隠れしますね。一方で国民全体の理解と支持がなければこの問題の解決は困難です。麻生氏の発言に注目しつつ、日本の皇室がどのような方向に進むのか今後も見守っていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。